急速に進む少子高齢化、過疎化など全国で抱える問題は数多く、地域の財政に大きな影響を及ぼしています。もうこれ 2,3 年先には財政的に非常に厳しくなる。このままでは町を救えない。チームの思いは一つでした。活気を失った町を、魅力あふれる町へ、日本の未来を変える地域創生、その成功への道とは、地域の力。北海道の東に位置する別海町、人口およそ14,000人、日本の町村では3番目に広い面積を有します。100年前、畑作農業を主体として生まれた町は冷害により大打撃、それから市畜農業に大転換を行い酪農王国へ。今では生乳生産量日本一を誇るまでになりました。しかし一次産業の低迷や少子高齢化の影響を受け、5年前、別海町は危機的な状況に陥ったのです。財政調整基金という町の貯金なんですけども、10億弱でしたね。毎年貯金2億か3億ぐらい取り崩してたんで、もうこれ 2,3 年先には財政的に非常に厳しくなる。そんな状況を打開するために一つのプロジェクトが立ち上がりました。チームのリーダーは松本浩さん。なんとか生産地として必要な事務事業を持続させなきゃいけないということで、ふるさと納税の専門の部署を作った。別海町は漁業に加え生乳、そして加工食品、精肉といった一大生産地。町の復興へふるさと納税がまたとないチャンスと考えました。ただ正直ふるさと納税も初めてだったんで、最初は手探りだったんですけどね、もうやれることをどんどんやるしかないなと思います。こんにちは。松本さんは生産者や小売業者に自ら足を運び、返礼品の価格、納期、数量など細々とした交渉を粘り強く行いました。今では町で知らない人はいない人物に。アイデアがまずすごいんだと思うんですけど、それをまたすぐ実行に結びつける、すごいと思いますよ。それは本当に心からアイデアマンと行動力の塊、愛されキャラですね、はい。努力が実り、プロジェクトが立ち上がった時は5品目しかなかった返礼品が1年でおよそ1800まで増えました。なぜそこまで身を粉にして働くのでしょうか。きっかけは水道課にいた15年前、水道料金の督促に行った時のこと。ある時夜お邪魔したら、その髪の濡れた女の子3人だけがこう出てきて、まあ、お父さんもお母さんもいないと。でこの家庭を見た時に、どうしたらこの子たちが笑ってこの町で過ごせるのかなっていうことをやっぱりこう考えたんですよね。でその時やっぱり決めたのが、まあ、別海町は生産地なので、生産されたものを一人でも多くの方に売って、で外貨を獲得して、まあ、町づくり、教育とか福祉に、まあ、予算を当てていくっていうことが別海町の目指すところなんだっていうことで、自分の中で決めたっていうことがありました。プロジェクトのチームには松本さんのほかにキトラさんと林さんの2人がいます。
チームのオフェンス、攻めを担当するのはヒトラさん。ホタテのサイズを可視化するなど、常に寄付をする人が何を求めているのかを考え、行動に移します。逆に来てもらって喜ぶのか、何かあったりとかして。一方、チームのディフェンス、守りを担当するのが林さん。先を読む力に優れ、小さなミスも見逃しません。個性の異なる3人により最強のチームが完成しました。返礼品の品数が増えた今、アイデアマンの松本さんは次に何が必要かを追い求めました。商品を見てもらわないとスタートしないので、見てもらうためにどうするかっていうのも全部やってきたって感じですね。全国各地似たような返礼品が並ぶ中、松本さんはその差別化を図ります。タレントを起用することで他より目立つ返礼品へ。そしてアクセス数を伸ばしたその先には、伝えたかった思いも。単純にふるさと納税の寄付を集めるためにやってるわけじゃなくて、ちゃんと別会場で作ってんだよってことをきちっとアピールしたいってことですね。ふるさと納税がただの返礼品合戦ではいけない、そう考え、プロのカメラマンに依頼。生産者の写真をサイトに掲載し、生産の町、別会場そのものを知ってもらおうと考えたのです。そんなアイデアと努力の結果、別会長のふるさと納税への寄付が大幅に増加。プロジェクト1年目で24億円を超える寄付金が集まりました。本当にご苦労さん、ありがとうっていう思いですね。本当なら給料上げたかったんだけど、公務員の給料ってなかなかそう簡単には上げられないんで、町民の人たちが安心してこの町で暮らせれるようにできたと、その思いですね。しかし、喜びもつかの間、大きな問題が発生します。求めていただく寄付者さんはいるんですけども、それにこちらとして応えれないっていうのは日々悩んでおりましたね。需要に対して供給が間に合わない、寄付をしたのに返礼品がなかなか届かない。そこで林さんが導き出した解決策、それは全国各地に返礼品専用の倉庫を設置。流通を整理することで、寄付をしてから返礼品が届くまでの時間を大幅に短縮しました。倉庫で運用することによってですね、ギリギリの例えば12月の25日ですとか26日までギリギリまで注文を受けて、しっかりと年内までお礼品をお届けするというようなことを可能にしたので、かなりそれで寄付は伸びました。はい、東京有楽町、ここにヒトラさんのお姿がありました。ありがとうございます。ネット上だけでなく、直に特産品を知ってもらおうというイベントです。直接商品見せてお話ができるので、いい経験にもなりますね。はい、白が出ました。別会長のことをもっと知ってほしい、その思いは膨らみ続けます。ふるさと納税の寄付金で息を吹き返した別会長、その未来とは。僕はこの別会長を百貨店で行われている北海道物産展のリアル巨大ショーケース化したいんですよね。だから例えば道の駅を5つ作るとか、なんかそのもっとこう生産地としての魅力を発信して、よりふるさと納税以外のところできちっと地域の消費がなされて、町が活性化していくのはもう見えてはいる。将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的とした地域創生、町に住む人が安心して笑顔で暮らせるように、誕生から100年、別会長は200年目に向け歩みを進めます。